北大社信号場は、三重県稲部郡東院町にある、三義鉄道北税線の信号場。元は、北大社駅という駅であったが、廃止後も、車庫への出入庫のため信号場として存続した。開業時から、北税線の運転の中枢として、校内には北大社車両管理区が置かれた。三義鉄道の事業合理化の方針により、六和屋駅と、 統合した東院駅が東駅東側に新設されることになり2005年3月26日に六和屋駅と共に廃止された本線と車庫入出庫線を有する1号線からはク名、ナ、アゲキ方面への出発及び車庫方面への入庫が可能である2号線からはク名ナ方面への出発及び車庫方面への入庫が可能であるがアゲキ方面への出発はできない 2005年度に、校内の曲線改良工事が施行され、急曲線部分が解消された。北大社駅として営業していた頃は、北税線で最大規模の駅であった。駅勤務員の宿泊設備を有した。運転シュレーションが設置され、北税線全線の信号制御を行っていたが、当院駅開業時に、その機能は同駅へ移設されている。駅舎には、 自動券売機が設置されていたが、自動改札はなかった。ホームは二面三線で、北側線路が挙木方面行き、中線路が主に西区名行き、南側線路が主に東駅折り返しの西区名行き及び車庫への入出庫列車が使用したに、ホーム及び北側の線路が撤去された。駅舎の西側に車庫及び変電所があったに、取り壊されたが、車庫。 変電所は、信号場となってからも存在している。なお、駅舎、東駐輪場があった場所は現在空き地となっている。北大社駅として、営業時のもの。北大社と大木の境界。元の駅前には、中日新聞代理店、司会院、墓地がある。宮脇俊蔵原田勝正、大阪、神戸、京都、福岡の私鉄、P58、小学館、 1993年、ISBN978 から40億9395万4129、川島慶造、東海道ライン全線、全駅、全配線内発刊名古屋南部、帰省東部、P13、高段車、2009年9月、ISBN978 から40億6270万184。ありがとうございます。